どうも、ついちゃんことついのぞみです。今回はですね、何個か前の動画で33歳の私がモーニング娘。時代のメイクをしたらその頃の辻ちゃんになれるのかっていう検証動画をアップしたと思うんですけど、そのねメイクをして衣装に着替えて撮影が終わるっていう時にマネージャーのバッシーが、いやもう踊れるよねみたいな感じでちょっと踊る流れになったわけですよ。なので急遽私がね、まあほんと数億年ぶりにミニモニのクレイジーアバウトユーを踊ってみたというね動画がありますので、ぜひね興味のある方はちょっと見てもらいたいなと思います。それではご覧ください。33歳の辻のぞみがクレイジーアバウトユーを踊ってみた、スタート。辻チャンネル。どう、いい感じ？じゃああれよね、踊れる。もうこのまま音かければいける。いや私はね、ほんとね、バカだから頭で覚えるタイプじゃないし、ダンスは体で覚えるタイプ。いける。じゃあもうこのまま流していい？一回流してみよう。一回もうこのまま。いいよ。チェックなしね。いくよ。チェックなし。なしなし。もうこのまんま。マジか。このまんま行きます。マジか。ちょっと待ってカメラだけ。いい？いい？出すよ。え待って、最初なんだっけ？なんかミカちゃんがめっちゃ喋ってたよ。ミカのセリフ、英語のセリフから行きまーす。えなんかずっと下見てた。え何やってた？何やってたっけ？ポーズしてる。どうやって？ I wanna believe this love is true. The love you expressed to me. The future can only tell if this love is true or not. Right? As for now, I love you with all my heart. Nothing can get in the way. やってる。
素晴らしい。これ何回も無理だ。フルです。フルだよ。ワンコーラスかと思った。フルは無理だよ急に。はい、ということでこんな感じでね、本当に何年ぶり、16年ぶり17年ぶりとかに衣装を着てこのクレイジーアバウトユーっていう曲を踊りました。私は頭がねよろしくないので、頭でダンスを覚えるっていうことはできなくて、基本的に昔からダンスっていうものは体で覚えるっていう風にずっとねこうやってきたんですけど、体で覚えてきたからこそ本当に16年17年ぶりに急に踊ることになって踊ったんですけど、A メロとかサビとかっていうのはなんとなくはこう覚えてたかなと思います。でもねちょいちょいやっぱり忘れちゃってる部分とかもあって、やっぱね久しぶりに踊ると楽しいなっていう風に思えたので、ほんとこの動画が好評であればちゃんとねまた衣装着て髪型とか作ったりとかしてちゃんと踊ってみた動画っていうのもやってみたいなと思います。でこのねこのクレイジーアバウトユーに限らず、昔のモーニング娘。の曲だったりミニモニの曲だったりっていうのもね今後やっていけたらなと思いますので、皆さんぜひこの動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。そしてねちょっとこれ見たいみたいな曲だったりダンスだったりっていうのがあったら、ぜひねコメント欄の方に書いてもらえたらなと思います。33歳の私がさ踊る動画が楽しいのかどうかもわかんないですけど、ちょっとしたね時間の笑える時間っていうんですかなったらなと思いますので、皆さんぜひねそのねリクエストの曲だったりダンスだったりっていうのをねぜひコメント欄にお待ちしております。はい、ということで最後まで皆さんご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタそして TikTok もやってますので、概要欄の方からぜひチェックしてみてください。はい、ということでねまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。シャンツだから